ハリス軍はアメリカ合衆国テキサス州南東部に位置している軍である。人口は340万578人でテキサス州の軍の中では最大全米でもカリフォルニア州のロサンゼルス軍、イリノイ州のクック軍に次いで第3位の人口を抱える軍である。軍庁所在地は道州最大全米第4の都市ヒューストンである。同軍は ヒューストン都市圏の中心となっている。ハリス軍はこの地域の初期植民者、ジョン・リチャードソン・ハリスの名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積4604平方キロメートルである。このうち4478平方キロメートルが、陸地で127平方キロメートルが水域である。総面積の2.75%が水域となっている。 2000年現在の国勢調査で、この軍は人口340万578人、120万5516世帯及び83万4217家族が暮らしている。人口密度は759平方キロメートルである。290平方キロメートルの平均的な密度に129万8130軒の住宅が建っている。 この軍の人種的な構成は、白人58.73%、アフリカン・アメリカン18.49%、先住民0.45%、アジア5.14%、太平洋諸島計0.06%、その他の人種14.18%、及び今月、根ー2.96%である。ここの人口のーセントは、ヒスパニック、または、 ラテン系である。この群内の住民は29.00%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.30%、25歳以上44歳以下が33.40%、45歳以上64歳以下が19.80%、及び65歳以上が7.40%に渡っている。 中央値年齢は31歳である。女性100人ごとに対して男性は99.20人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は97.00人で、ある。この群内の世帯ごとの平均的な収入は42,598米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は49,004米ドルである。 男性は37,361ベイドルに、対して女性は28,941ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人あたりの収入は21,435ベイドルである。人口の15.00%及び、家族の12.10%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の19.60%、 および65歳以上の12.20%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。